苔ザルの壺の絵図面により埋めた百万両を掘り出せば、この八木尾の里は西国一の、いや、ことによると海代無双の大金持ちでござりまするな。殿、おめでとうござります。殿は日本一の大金持ちでござりまするぞ。おめでとうござります。いや、その苔ザルの壺はもうわしの手元にはないのじゃ。何と仰せられまする。実はあれが百万両の壺と平の家、弟にくれてやったのじゃ。では苔ザルの壺を源三郎様、芝道場へ婿入りの引き出物と申して大切に抱えて江戸へ行ってしまった。弱りましたな。弱った。せめて一月前に壺の秘密が分かっておりますれば。彼が養子に行く前なら問題はないのじゃ。弱りましたな。弱った。して源三郎様は壺の秘密をご存知でござりましたので。いや、それは存じているはずがない。それでは宝の持ち腐れではござりませぬ。そうじゃ、宝の持ち腐れじゃ。なんとか源三郎様をうまく騙して苔ザルの壺を取り返さねばなりません。そこで密かに殿の内命を受けて高大の氏はるばる江戸表へ参ったような次第でございます。ご家老様にもよろしくご尽力を願います。あの壺が百万両とは驚いたの。我々も開いた口が塞がります。ねえ、あんな汚い客ぼ、お客様お見えになった時に私困るわ。そうかな。あれでも八木家重大な宝物だって死んだ親父はそう言ってた。ねえ、あれ何でも放り込んでおきましょうか。え、あなたのお兄上様、一国一城の主でしょ。それなのに
弟のあなたがあんな汚いキャツボ一つもらった金だなんて、私ずいぶんひどいと思うわ。キャツボ一つの用紙じゃ実際肩身が狭い。まあそんなことおっしゃっちゃいや。お気に障りました、うん、ごめんなさいね、うん、だけどお兄さんも本当に不公平だわね。1年遅れて生まれると兄弟でもこんな差別がつくんだ。本当ね。しかしこれでも1両ぐらいには売れるだろうな。こんな壺3本の値打ちだってあるもんですか。そうかな。申し上げます。ただいまお里の柳生様からお使者がお見えになりました。兄貴の使者、何の用事で来たんだろう。実は苔猿の壺につきまして御意を得たいと存じました。あの壺がどうかしたのか。いいえ、あんな古ぼけた茶壺など三文の値打ちもございませんが。そうだろうな。お前もそう思うか。奥もそう申しておった。大体わしは兄上の処置が気に食わん。ごもっともで。兄上は一国一城の主、金は山ほどある。わしは三文の値打ちもない。あの茶壺がたった一つだ。そんな不公平なことがあるか。ごもっともで。兄上はケチンボだ。ごもっともで。あんなもの床の間に置くより納屋へ放り込んでおけと言われた。ご不要なら苔猿の壺を頂戴いたしとお存じます。あの壺をくれというのか。はい、納屋に放り込んでもし壊れでもいたしますと。そうだな。あれでもお家重大の宝物になっております。大なし。それは兄上がおっしゃったのか。はい、何とぞお譲りくださいますよ。兄上がおっしゃったんだな。はい、何とぞ。断る。え、源三郎を断る。でもただいまご不要と。不要であろうとなかろうと、兄上の23,000石に匹当するあの茶壺だ。源三郎を身に染みて納屋へ放り込んでおく。バカにするな。何でございましたの。この壺返せと言ってきた。まあ、こんな壺返してやってもいいんだが、わしにも意地がある。本当でございますわ。お兄上様ってずいぶん失礼ね。ああ、目障りだ。おい、こんな壺をくず屋にでも売ってしまえ。このまま国へ立ち返っては拙者殿に申し訳が立ちません。さよう。さればご家老にお願いがございます。何、わしに願いとは。幸いまだ源三郎様には壺の秘密をご存じありません。そりゃあ申すまでもないことではないか。壺を渡す渡さぬというのも卑怯次男坊の部屋住み根性、つまり貧乏の手伝ったひがみ根性から。なるほど、金で釣ると申すかの。山吹色さえ見せれば大丈夫でございます。していかほど用立てればよいのかな。まず100両も出せばよかろうと思われまするが。何、100両か。ほうほう、苔猿の壺を100両で買いたいというのだな。何とぞお譲りくださいますよ。100両だな。あ、代米100両でございます。代なし。あの壺を100両とは
ちとおかしいな。は？そちは先ほど、あんな壺三文の値打ちもないと申したではないか。やめそうな、さような。黙れ！この源三郎を、めくらと思うか。いや、決してさような。人色な兄上が、言えなくしてあの壺を、百両で買おうとおっしゃるはずはない。それには何か差異のあるはずだ。その訳を申せ。いや、さような。隠すな。正直に言え。いや、正直なところ、あれは、ただの茶壺でございます。よーし。言わんな。言わんとあらば、こっちにも考えがあるぞ。おい、殿、しばらく、しばらく。こいつを、道場へ引きずって行って、叩き止めせ。おい、喜べ。100万両。おい、萩野。おい、萩野。あなた、どうかなさいましたの？どうも、こうも。おい、壺出してくれ、壺。コケザルの壺だ。まだあんな壺のこと考えていらっしゃいますの？当たり前だ。おい、不祥ながら柳生源三郎、当家婿養子に参るのに、お粗末な引き出物は持ってこんぞ。そう。あれ、今日くず屋に売りましたのよ。何？売った？ええ、いいでしょ。くず屋があんな壺でも10文に買っていきましたわ。バカ！何ですの、あなた。おい、あの壺は100万両だぞ。100万両だぞ。おかえり。もう寒いだ。なんだそれ。金魚だよ。金魚？やつ、これは金魚うめえますね。そうか。よし、なんか見つけてやろう。お、やすこ、それ金魚か。うん。よし、いいもんやつな。待っとるよ。よし。あ、金魚持ってきてるな、これ。お、金魚持ってきて。ほら、金魚を入れるにはいい壺だろう。ああ、どうしようか。どうしたじゃん。実はもらったけど。俺よ、これ。おじさん、ありがとう。いや、よし。これ本当は何入れとくの？これか？うん。これはな、本当は、やっぱり金魚を入れとくもんだよ。違う、何言ったんだ、本当に。君ってやつは情けねえ野郎だね、本当に。安坊、それはね、金魚入れるもんじゃないんだよ。本当のことはね、それは塩せんべい入れるもんだよ。じゃあ、今夜はまた遅くなるの？ああ。眠くなったらお前してんだよ。うん。だけど、早く帰ってきてよ。ああ、ね、いいです。うん。おとなしくよ。あ、おとなしさん。おとなしさん。はい。安坊を教えてお願いします。ああ、ようあんとも行ってらっしゃいます。近頃七兵衛さん毎晩のようにめかし込んで出ていくんだけど、一体どこ行くんだろうな。あら、惜しいわね。もう少し見んよ。うん、今度きっと当てるよ。七兵衛さん、毎晩お店を留守にしていいんですの？店の方は万事番手に任せてありますからね。気がぐれてしまいになります。結構なお身分ですわね。ところが奉公人が大勢で心が疲れます。人も多いんですね。でも毎晩ここでこうして遊んでると本当にのんびりとして昼間の疲れをすっかり忘れてしまいます。お日様は綺麗だし、
おかみさん愛嬌があって、お日様、ま、いい声で歌ってくれるし。あらいやだ、お口のうまいこと。どうです久しぶりで得意の喉を弾かせてくれませんか。ねえ、おじさん。おかみさん、お歌いなさいよ。おかみさん、久しぶりで弾かせてくれませんか。お歌いなさいよ、おかみさん。ねえ、お歌いなさいよ。おかみ、歌えよ。だって、お前だから食べに来ちゃって。ああ、いいから歌いなさい。おかみさん、お歌いなさいよ。あたし、キャンセル持ってきますわ。どうしよう、ちゃんちゃん。だって、皆さんが応援してるんだし、お歌いなさいよ。歌いたくない奴に歌わんな。俺はこいつが歌い出すと熱が出るんだ。熱が出るって？さよ、頭がズキズキする。お酒がまずくなるんでしょ？もちろん。結構、私は助かるわ。酒の払いが少なくなるし。じゃあ皆さん、久しぶり歌いますわ。ちょっと喉痛めてんだけど、かえってその方が熱もよく出るし、頭も痛むし。勝手にしろ。ええ、勝手に歌うわよ。おい、ちょっと待った。わしはだ、漬物に蓋を置いてくる。曲がってるんじゃろ、みの。そんなバカなこと。そうだ、兄貴。この店じゃ、
矢を曲げておくんだぜ。なるほど。いくら引いても当たらずだ。こんな矢が引けるかってんだ。ちょいと兄さん、なんだって。何？曲がってるから曲がってるっつったんじゃねえか。曲がってるのはお前さんたちのお手手の方だよ。何よ。おう、この矢があの的に当たったら、こっちから三遍回ってワンと鳴か。なあ、兄貴。そうだ。兄さん、ちょっと歯医者に。うん？うん？ちょいとそこの粋な兄さん、三遍回ってワンと鳴いてもらいたいもんだね。えい、これやろ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 。あ、久ちゃん、先生呼んどいて。先生、ちょっと。うん、酒はまだあるぞ。お酒じゃないわ、お商売よ。何、一等目やめろ、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 うぬら、さらげんと来たんぞ。やい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 、おめでとう、さらげん。旦那、ちょっと待ちなさい。ちょっと、これはどうも、お見取りもいたして、どうぞご勘弁なすって。旦那、無理でした。どうか、それを納めなすって。よし、帰れ。どうも、ありがとうございます。ならまがまがしてできるぞ。今、帰ります。やろう、覚えてるよ。何を、バカ野郎。てめえの面だぞ、覚えておらんぞ。旦那に申したんじゃ、ご断心。大丈夫でしょうか、おかみさん。心配しなくてもいいんですよ。お帰りには、あの先生を送らせますから。どうも、すみませんです。ねえ、あんた、すいませんけど、七兵衛さんをお店まで送ってあげてくださいね。わしがか？ええ、あんた送ってあげるでしょ。わしはいかん。わしは今夜早く寝るんだ。沢のさっきの歌で寝てるたい。送ってあげてくださいね。頭がズキズキするたい。送ってあげて。やでい、やでい、君臨罪を俺は送っちゃいかんぞ。あ、もうここまで来れば大丈夫でございます。どうもご苦労様でございました。ついでだ、あ、送っていったろ。いえ、あの大勢の召使いのしまいもありますので。なるほど。大家の主が俺のような者と一緒に歩いているのを見られちゃ悪いんだろ。いえ、そんなわけでは。いや、帰る、気をつけていけ。どうもわざわざありがとうございました。ありがとうございました。バカ、開けろ、早くしない。七兵衛がやられたんだ。七兵衛、誰であんた、何のために送っていったの。これがバカ、そんなこと聞いてるのかい。早く承知か、酒持ってこい。じゃあそのこと、ヤスティ、なんだ。うん、ヤス、ヤスをお願いします。おい、七兵衛。七兵衛さん、おい、しっかりしろい。
出すってなんだよ。おめえ知ってんのかい？いいえ、おかみさんかもしれないわね。歌ない行けばわかるでしょ。それは早く知らせなきゃ。棚は知ってんのかい？知らないわ。お前さん知ってるだろ。さあ、私もはっきり知らないんだけれど、確か龍泉寺の近くだって言ってましたわ。あなた、のんきにいつまでお休みでございますの？早く起きてくださいませ。昨日は歩き詰めで疲れて。あなた、元気を出してあのクズ屋を見つけてくださいますね。もしクズ屋が壺を売ってしまいましては大変でございますよ。それもそうだな。あなた、百万両でございますよ。百万両か。ね。よし。しかし、実はな、本領。今日まで、来る日も来る日も、こっちの美しい顔ばかり見て暮らしてきたわしには、たとえ一日でもそっちと別れて、一人で歩いていると、普通に寂しいよ。私だって一人ぼっちで、お留守番は寂しゅうございますのよ。でもね、あなた、百万両じゃございませんか。百万両のためだ。お互いに8人ぐらい我慢するか。それに長いことではございませんが、今日は明日のうちには一つも見つかります。とんでもない。この仕事は、一月や二月ではとても難しいぞ。まあ、そんなに見つかりますの？まあ、考えてもみろ。江戸はひどいぞ。くず屋がバカに多いところだ。あなた、しっかり遊ばせ。一日も早く、あのくず屋を見つけ出してくださいまし。ね。10年かかるか、20年かかるか、まるで敵討ちだ。よろしくその方に頼んだぞ。一日も早くあの壺を探し出してくれ。わかりました。これどうも恐れ入ります。ありがとうございます。もんじゅろ江戸は広がございしてね。とりにバカにくず屋の多いところでございしてね。まるで敵討ちをしてるようでございます。この調子で行ったら10年かかるか20年かかるか。では一つ弓でも引かしてもらおうかな。あ、的が少し大きいな。あの右手の
小さい方になさいますな。ん？あの小さい的か？よし。ミッちゃん、小さい方の的よ。お。どちらになさいましたの？もちろん当たった方の的だ。ミッちゃん、やっぱり大きい方の的よ。なぜ覚えてるんだ？なぜって、なぜだか、わしが教えてやろうか。うん、俺の男っぷりがいいからだ。ねえ、そうだろ？まあ。昨夜歌っていたのはここのおかみか？とてもいい声でしょ。うん。今日は見えようだな。なんで大変だったのよ。しかしおめえ、それじゃあ引き目に対してうまいような気がするね。それもそうね。店だって何もでっけえってわけじゃねえからね。あんた方知ってんですか？知ってんですか？あのね、これは向こうへ曲がってこっち曲がってね、で向こう行ってあの角から2軒目のうちですよ。お前さん、どこの方だっけな。いや、用じゃねえ。
まあ、切れた奉公人が大勢だなんて。いや、送っていくのを断ったはずよ。何がおかしいのよ。あんたあの子に七兵衛さんが死んだと言っておやり。俺嫌だよ、おめえってこい。あたいまっぴらだよ。俺もまっぴらだい。おい、坊主。おじさん、何か用かい？おめえ。なんだよ、おじさん。おっかいねえのかい？うん。そうかい？じゃあ、姉やんとか、兄やんとか、いねえのか？ちゃんと二人っきりで。そうか。いたな。おじさん、話があるんで。話って何だい？その、なんだ。おめえの、な？おめえ、腹が減ってるかい？どうだった？おい、あの坊主、母親も兄弟もね、一人ぼっちだとよ。かわいそうにね。それであの子泣いたん？何がい？何がって七兵衛さんが死んだと聞いて泣いたでしょ。お、それだ。どうしたの？聞けば、坊主腹が減ってるって言うんだ。それで今朝からまだ何にも食っていねえと言うんだよ。それで？腹の減った子供を泣かすな。こいつは罪だからな。それもそうね。で、おばあんのところへ行けば、うまいまんまをどっさり食わしてやるぞって言ったら、坊主喜んでいたよ。おばさんって誰なのよ。当たり前だよ。おめえのこっちゃねえかい。あたし？あたしのうちあの子？かわいそうだから、連れて帰って何か食わしてやろよ。あたしがあんな汚い子供をうち入れると思ってんの？あんたが嫌ならあたしが行ってあっさり泣かしてきてやるわ。誰があんな子供にご飯の食べさせてやるもんか。どう？おいしい？うん、おいしい。よっぽど腹が減ったと見えて、お前の作った料理をうまいと言ってるぜ。ごちそうさん。お利口ね。おいちゃんとこ広いな。そうか。向こう行って遊んでこい。お姉さんのことを話して、あの子を殺させてもらいましょうよ。おめえ入れてこい。あんたが言うって約束じゃない。私はお店を見てきますからね。よう、歌の上手な女将。わあ、ついに現れたな。いらっしゃいまし。おい、坊や。ん？おめえ。なんて名で？八吉だよ。そうか、八吉か。八坪だな。テレビ朝日言うんだよ。おい、八坪。ん？なんだい、この金魚かい？いいかいんだね。子供の金魚だよ。もっと、大きいの欲しくねえかい？この子が怖いよ。鉄棒。ん？おめえ、強いだろ？強いから、めったに泣かねえだろうな。うん。一点も泣いたことがない。今まで一度も泣いたことはねえのか。うん。本当に
生まれて一度も泣いたことはねえのかい。うん。あ、うっかり泣いた。いつで、どうして泣いたんで。お母が死んだ時泣いた。さみだれや空にひと声弟にす泣いた？かわいそうにね。なりました。あまりかわいそうだから当分うちに置いてあることにしたよ。なんでって？うちのおばさんは子供が大好きだからちょうどいいと言っちゃったよ。だがね、あんたという人はどこまで届かしいんでしょう。あんな汚い子供、私が好きになれると思ってんの？そうかい。俺は言って悪かったな。悪いわよ。あんな子供一日もうちに置くことできません。私はね、子供が大嫌いなの。早く追い返してください。あなた、早くお出かけ遊ばしませんか。うん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そっちの顔を見て暮らしたい。まあ、あなた元気を出してくださいまし。百万両でございますよ。百万両か。しかし疲れるよ。そんな気の弱いことをおっしゃって、あなたまだ一月も経たないでございませんか。江戸は広いし、くず屋が多いし、まるで敵討ちだ。10年かかるか、20年かかるか。ああ。10年も20年も、いいえ、死ぬまで、ホケ団の壺が見つからないといいのにね。バカなことは言うな。100万両だ。でも、壺が見つかるとあんたもう、ここへ来らんなくなるんでしょ？うん。それもそうだな。表紙はつらい。はい。お、坊や。賢いね。あの子、なかなか間に合うんだね。だって、ここへ来てからもう一月になるんですもん。え？もうそんなになるか？それに、おかみさんがとってもあの子を可愛がるでしょ。おばちゃん、竹馬買ってよ。いけません。おとなしい子供は竹馬などに乗るもんじゃないの。ことだ、ひどい喧嘩するわよ。だって、まーちゃんだって乗ってんだもの。まーちゃんとのお父さんのご商売なんだか知ってるでしょ。お医者様で。お医者様というものはね、人がひどい怪我をしないとおまんまが食べられないのよ。わかった？わかったらもう、竹馬なんかに乗るもんじゃありません。コケザルの壺に地図が塗り込んであったんだ。万両は大きいの。いや、それも言い伝えだから正確にはわからん。いや、金のない人は喧嘩大きい方が面白いよ。この性分にしても50万両か。探し出せれば一歩ご大名がなぜ足元へもよれ。それにしてもくず屋に売るとはおっかたなかなか邪気あるぞ。あら、いらっしゃいまし。よっ。おじちゃん、金魚買ってよ。金魚買ったんだよ。おう、そうかい。よし、おじちゃんが釣ってる。よっ。あんた、また。ん？金魚釣り？面白いな。あ、わしも行こう。ちょっと待ってくれ。これでしまいだ。おい、何本当たった？みっちゃん、何本？
3本よ。3本ですって。3本も当たったの初めてね。なんだこりゃ。3本はだるまさんよ。六万両の壺がこの世知辛い江戸の町に転がり出たんだから。当人の俺にしてみりゃまるで狐につままれたようなもんだ。すばしだせば六万両。おいおいおい、いや釣れた釣れたい。どうだ、行こいか。まだおじさん、もっと大きなってよ。よし、でっかいやつ来てるぞ。これバカ、あれは片目じゃねえか。酒が来て、しまった。どうだ、川田へ。ダメね、あんたは。ああ、王子、そんなことを知られたら私の方が商売になりません。おじさん、人間の目は一つも見えるんだね。やるめだ、よく見える。じゃあ、人間の目は何の2つあるのか知ってるかい。どうやろう、そんなことで聞け。教えてやろうか。何よ。人間の目は2つないと目の前の頼むの余るだろ。だから2つあるんだよ。なるほど、眼鏡の玉が1つ余るから人間の目が2つあるか。いや、こいつは面白い。早く夫源三郎の手に立ち返りますように。偽物、辰巳の方に当たって亀甲ありか。ふふ、なるほど。偽物、辰巳の方に当たって亀甲あり。壺だ。あ、奥様、萩野様、壺でございます。壺でございます。孫を勝たなき苔山の壺。さあ、こちらへお越しくださいます。さあ、ご覧くださいませ。いかがでございます。確かに苔山の壺でございます。まあ、じいや、金魚屋でコケザルの壺が釣れますか。若先生、ここにおいでくださいな。なんだよ、吉。あのクズ屋が拾いました。何、クズ屋分かった。どこだ。ご案内をします。よし。おいおい、百万両の壺があるってことか。喜んでくれ。どうにか日本一の大金持ちになるそうだ。この角から向こうへ回ってこっちへ曲がって角から2軒目、井戸の前でさ、すぐ分かります。で、確かに不在か。帰ってくるといけないから私はここで見張ってます。頼んだぞ。Thank you.
おい、もちろん。いや、俺のうちだな。そう、そうだ、金曜がね。おい、くず屋。あ、つばがしたつば。うん、こけさんのつぼ知らんか。つぼ、つばがいたかの芝道場で売り払ったつぼだ。ああ、あのつぼですか。あれはね、隣の坊主にありましたよ。え、なに、あれは貸し屋じゃない。その坊主というのはどこに。どこ行ったか知らないがね、この間は片目で片腕のお侍が来て連れてったって話ですね。片目片腕、くず屋、それはいつ頃の話だ。さあ、一月ぐらい前だったかな。うん、その坊主は安坊とはもさんか。職安と。どんな安坊を知ってるんですか。いや、先輩、かたじけない。お邪魔した、ごめん。あれか、あの粒だったのか。ありがたい、さわくん。よし、よし。うん、角から二軒目、今度の前でさ、すぐ分かります。調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。ああ、江戸は広い。この調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。あなた。なんだ。昨日はどこへお出かけ遊ばしました。どこといって江戸八百八町をぐる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 。これではわしの体は持たん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そちの美しい顔を見て暮らしたい。どうぞご遠慮なく。どうしたんだ、ハイノ。今日一日とおっしゃらず、今日からは毎日お屋敷にいていただきます。何を言うんだ。それではせっかくのあの百万両の壺が。壺は別にあなたがお探しにならなくても、屋敷には門弟どもが大勢おります。これハイノ、しっかり出せ。あの壺は百万両だぞ。百万両。分かっております。おかしいな、ハイノ。そちは何か思い違いをしておるな。毎日毎日わしがいかに一心にあの壺を探し回っておるか、与吉に聞けば分かるはずだ。与吉は今朝暇をやりました。え、あなた、与吉は何もかも白状しておりますのよ。何、与吉よ。金魚をするのがお好きでしたら、お庭の池に大きいのがたくさんおります。あなた。ああ、金魚。今日限り屋敷の外へ一歩も出ていただくわけには参りません。何をバカな。いや、とにかくわしは出かけるぞ。じいや。
来の壺は我々が殿に代わりましてきっと探し出しまする。ご安心を願いまする。今後は軽々しくお屋敷の外へお出まし遊ばさぬよう門弟一同よりお願いをいたしまする。証明断じて嘘ではない。実はコケザルの壺はすでに見つかっておる。何ですって？どうだ驚いたか。どこにございます？見せていただきますよ。見せるとも。今夜持って帰る。いやきっと持って帰る。本当だぞ萩野、わしを信じてもう一度だけ外へ出してくれな。頼む。まだあなたは私を騙そうとなさいますのね。とんでもない。これは絶対に本当の話だ。わしは八百万の神々に誓おう。な、萩野、そっちはわしを信じてくれるな。いいえ、信じません。萩野。いけません。おい、萩野。萩野。な、おい。知らなかった。もちを見て子供のくせにいつまで起きてんのよ。早く寝ちまいなさい。しょうない子だね。あの子誰か子供の好きな人にやっちゃうかしら。そりゃあいかん。実はおめえに相談があったんだ。明日からヤスを道場に通わせてやろうと思うんだ。なんですって？私は嫌だよ。それでなくても暴れん坊で困ってるのに。この上剣術だなんて。しかしおめえ、こときうちにはまず何たって。いけません。あの子は寺子屋に通わせます。なんだ、寺子屋？ええ。これからの人間は学問がなくちゃダメですからね。腕や炭で、片桐打てるかい！どうじゃやるんで！いえ、寺子屋通します。今度は俺の言ったりするんだ。明日から連続は道場やるんだい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。これはなかなかよく描いてるぜ。本当に上手ですね。寺子屋帰ってから今日で5日目なのよ。うまいでしょ。そうかい。それにしてはこれなかなか手筋がいいぞ、こら。工房大使だってね、子供の時は棒は書かなかったかもしれねえ。おや、やすぼ、まだお前さん行かないのかい？さくっといて。だって、両替屋のかっちゃんが逃げるんだから。
いじめられてもいいから行くんだよ。おじちゃん、行って行ってよ。バカ。おじちゃんは忙しいんだ。本当にこの子は影弁慶だよ。早く行っといて。姉ちゃん、送って行ってよ。姉ちゃん、今日お店が忙しいからダメ。おばあちゃん、送って行ってよ。そんなこと言うともううちに置かないから。行っといて。ね。泣かされてるんじゃないかしら。場外のことしたちは大きいんだからね。おめえ気になるんだろ。ちょっと行ってみてこいよ。あんた行ってきてよ。俺は嫌だよ。お店が忙しいんだからね。俺もまだ飯食っていねえんだよ。次の日は私行かせないよ。俺も行かん。俺も嫌だよ。見つかったか？残念ながら見つかりません。おい萩野、お前本当に百万両が欲しくないのか？みすみす壺のありかが分かっているのにな。萩野、頼むから半日でいいから俺を外へ出してくれな。いけません。クビになったの。おかげさまできれいさっぱりちゃんとやられました。それは気の毒だったの。これからは旦那方に注意を尽くします。どうぞお帰らせて。うん、ちょうど貴様にいい仕事がある。みんな陰から。あっできたできた。おお、よくち。これを江戸八百八丁くまなく張り出してもらいたい。
旦那、こんな格好の壺をお持ちでござんすか。こんな壺でござんしたら、いい値で買えますぜ。一つあんのある。そうですかい。じゃあ旦那、その壺一つ一両で買いましょう。女の子が一両になるのか。なんでしたら旦那、現金で差し上げましょう。一両。じゃあ待ってる、今行く。お待ちもしてるやつ。おじさん、あたりにも麺粉買ってよ。麺粉か。よし、これかい。こっち行きなよ。1枚で結構だよ。あたり、これでやるよ。なんだ、小判か。うん。俺でも買ってくるわ。どうするのそれ。ん、こんな壺、一両で買うやつあるんで。そう、だけど安そうが大切にしてるんじゃないの。かわいそうだよ、お前さん。俺もそうだが、でもおめえ、実は俺は一両は先に受け取ってしまったんで。呆れたよ、この人は。こんな大きなんだね。おい、あれは売らん。冗談じゃあれやれんで。これ返すぞ。じゃあ旦那、二両で行きましょう。二両で。いや、ところがいかんのだ。子供が金魚入れと。拙者な。じゃあもう二分張り込んで、二両と二分で行きましょう。かいか。おばちゃん、あたいレインクで勝ったんだよ。もうこの子は大変だよ。小判じゃないか。両替屋の勝つこと麺越し勝ったんだよ。早く返しといて、親子に踏んじばられるよ。どこ来たのか。本当に子供ってしょうのないもんだよ。アクションを体外にするがいいぞ。ガキを取りに使って大米60両の金、とんでもない、こたりだ。なんだなんだ、こたりだ。なんだい、こたりじゃないか。金を返せもんかなかろう。当たり前だ。返さなければ恐れながらと訴えて出るぞ。さあ、耳を揃えて60両を返してもらいましょう。よし、間違いなく入ってるから明日の晩取り来い。なんだって？明日の晩、うまく騙して今夜のうちに逃げ出すつもりだろうが、そんな甘い点のものか。さあ、早く金返してもらいましょう。だから明日の晩まで待てと言ってんじゃねえか。いい、待てません。何よ何よ何よ。さあ、帰ってば。どうかい？上州屋さん。本当にお金はあの子がお返しに行く道で盗まれましたの。嘘も隠しもしませんわ。明日の晩にはきっとお返ししますから、ご近所のよしみでそれまで待っていただけないでしょうか。間違いなく明日の晩には返してもらいますぞ。無事に二言はない。母ちゃんとお父さんも返した？うるさいね。お前は奥でお餅を焼いといて。よけどっちに返してくれって、ずるよねえ、まさ。おくりお餅を食べといで。あんな大きなこと言ってあんた大丈夫？何がいい？何があって明日の晩までにお金のできる当てがあるの？冗談言うね。俺は、おめえの居候だぜ。伊藤郎の俺に60両なんて大金の都合がつかつかねえか考えてもねらい。じゃあどうするつもりなのさ。どうするって、おめえこそどうするんで。困っちまうわね。
だから俺の言う通り、道場行かよしときゃ、あんなバカないたずらもしねえし、そんな心配もしなくて済んだんだ。おめえがよくねえ。あんたが悪いのよ。そもそもことの起こりは、あんたが小判をやったがこんな間違いが起きたんだわ。大体お前でしつけやるんだよ。あんたが悪いのよ。おめえでいい。あとだってば。だが言うねえ。おめえは、自分で金を消してくれいのに、女子供に持ってきてるから盗まれたんで。おめえが悪い。大体あんな子を拾ってきたのが悪いのよ。あの子さえいなければ、そんなことも起こらないし。私がいいも悪いもないじゃないの。あの子をここへ連れてきたのは誰？あんたでしょ？だからあんたは悪いのよ。そうでしょ？心配しなくてもいいんだよ。私たち一度も怒ってなんかいないのよ。なに、50や60の金を今夜おじさんが一つ目が出たらすぐに分けてみせるぞ。安坊もどうだ、一緒に行くかい？それがにはね、はい、おじさんにおそばを持ってきてもらえ。そうでしょ。あんた、本場の元手があるの？さあ、どれだ。こうなったら仕方がねえから、おめえの着物を二三枚曲げてこい。さあ、ちょうどよ。ハンダ、こっちの方だ。ちょうど、ハンダ。春方決まれば勝負でござんすよ。勝負。ちょうど。切れた。ああ、ね。おじさん、曲げるとうなるんだね。さあ、もう一番、ちょうど行こう。ちょうど行こう。どうだ。勝負なんだ。よし、もってかんだ。お客さん、勝負でございます。勝負。勝負だ。勝負だ。よし。
さん、またうなったね。気が悪かったんだ。おじさん、ご飯もあったんだね。おい、やす。目をつぶっていな。おじさん、なぜで？いいから目をつぶっているんだ。一つ、二つ、三つと遠まで風んだぞ。目を開けるんじゃねえぞ。いいか？さあ、数えてみな。最高。あのおじさん、なぜ笑ってんの？バグジーに負けたんだろ？しょうがないね。だってないよりマシだろ。それもそうね。じゃあ俺は出かけるぞ。道場破りで儲かるの？道場の看板を持ってくといえば少なくとも重量は出す。あんた大丈夫？心配ご無用。その方、あたし泣くにも泣けませんわ。仮にもあなた道場の主ではございませんか。それが夜中に屋敷を出ようとして泥棒と間違えられ、その上門弟どもに叩かれるなんて。油断をしていたからだ。いくら油断をしていたところで情けないと思いますわ。さっきも庭で中間どもが噂をいたしておりましてよ。何と申しておった？金影流の免許改善だなんて危ないもんだ申しておりましてよ。下郎の分際で無礼千万、聞き捨てならん。申し上げます。なんだ？はい、ただいま大変な化け物のような道場荒らしが参りまして。道場荒らし？はい、それはそれは恐ろしいすごいやつで、門弟どもを片っ端から。次は何やった？
もう相手になるやつないのか。なければとはどめのなりではなり、あれがどうした。ねえ、あなたの腕前を門弟どもに知らせるまたとない機会だと思いますわ。あなた早く出て行って、あの乱暴者懲らしめておやり遊ばせ。どうも頭が少しズキズキしてきた。あ、申し上げます。ああ、なんだ。ただいま森本がやられましてございます。え、森本が、はあ、やられた。ああ、長井を出せ、長井を。ああ、長井は一番最初に出てもう負けております。え、どうも頭痛い。さあ、あなた早くお支度を遊ばせ。うん、困った。あ、今度は横腹が痛みだした。ひどく悪いのでございますか。うん、痛む。では致し方がございません。ただいま主人病気ゆえ、勝負は後日改めてと申しましょうか。それがいい、そうしてくれ。だがおとなしく帰るだろうか。何、一両か二両を包んで出せば喜んで帰ります。なるほど。何とぞこれでどうぞ。一両や二両の入った金に帰りが行くと思うか。どう道場なるじゃたち、どう道場なるじゃたち。あのような乱暴者をあのまま返しましてはご先祖様へ申し訳がございません。うん、そこもあるな。さあ早く行って門弟どもの前であなたの本当の腕前をお見せ遊ばせ。じいや、お支度ができました。主はどうした。主を誰と申すに。はっ、ただいまご主人直々にお相手をいたします。とうとう出てみせたが、どいつだ。おい、おい、萩野、新陰流の極意だ。よく見ておけよ。ああ、これは浪人全国からの無礼の増言、聞き捨てならんぞ。病中ながら当道場の主柳生源三郎じきじきに相手をしてとらす。何じゃ。参るぞ。はお、なれ、はお、はれろ、はお、なれ、はお、はお、それ、また、また、せーどん、なれ、おい、負けてくれ、頼むぞ。ないくら出すか。いくら欲しいんだ。60両じゃ。それはちょっと高いぞ。ビタ一万負けなぞ。あ、仕方ない。よし、60両やるから負けてくれ。そうか、ありがてえ。頼むぞ。さあ来い。ああ、恐れ入る、おめでまい。拙者ごとき到底及ぶところでは。いや、おじゃろ。なんだ、そんな未熟な腕で当道場を破ろうなとは断られたぞ。身の程を知らぬ愚か者だ。ああ、その方たち、こんな相手に遅れを取るとは何事だ。ん、毎日毎日道場へ出て一体何をいたしておる。明日からは一度身を入れて稽古をさせい。ん、ああ、これは浪人。その方、浪人には押し腕だ。それに、筋もなかなかよろしい。うん。余が、じきじきに教えて取らすことがある。お、奥へ来い。お。貴様の道場とは、こいつはどうも意外だったよ。俺も、どうも道場嵐が、貴様とは思わなかった。じゃあ、もらっていく。うん、ありがとう。おい、たまには出てこい。また金魚釣りでもやろう。あ、それだ、その金魚だ。いや、金魚を入れた壺だ。
壺がどうしたい。その壺が百万両の壺だ。コケザルの壺だ。コケザル、うん、確かにそうだ。お金を召しますといけませんから。うん、いや、とにかく当道場へ2、3年通ってみたらどうだ。うん、いや、わしがみっちり仕込んでやる。いや、なかなか押し腕だ。ハハハハハ。見当たらねえよ。だがどうしたんだい。壺、金魚を入れてた壺だい。ああ、あれ、とてもあの子かわいいこと言うのよ。あの壺が1両で売れるんですってね。1両で売れればおじさんが助かるからって。あの壺1両で売ったのかい。さっき出かけたわ。どうかしたの。バカだなお前は。あの壺は100万両だい、100万両の壺だい。よりあるのか。おい、おさぶれ、そこまでちょっと顔を貸してくんね。相手に遅れを取って何だ。こんなことでは柳生流の行く末が案じられてなら。今日からコケザルの壺はわしが訪ねに行く。いいか萩野、何度も言うが江戸は広いぞ。10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちのようなものだ。おい、この壺が100万両だ。これは嘘のようだな。いや、嘘だってかまん。壺は当分貴様に預けておくぞ。俺にか。うん、壺が見つかるとわしは浮気ができないからな。そこもあるか。今日はよく当たるわね。当たり前だ、的が違う。Thank you.
こに。